マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは。シンです。今日はアイビスミニを、自分に向けて取って出してみたいな感じで撮ろうかなと思って、第1回目ということで何を言おうかなとかいうのも全く決めなかったので、グダグダみたいな感じになってると思うんですけれども、今日は、少し時間があったので、モノレールの1日乗車券、1日フリー乗車券を買ってちょこちょこっと動いてみました。今月は600円なんですけど、来月から値段改定があって700円になるみたいですね。なので今月中にもしできればあと1回1日乗車券を使ってブラブラっていう感じにしたいなと思っています。今日乗ったのはタイムラプスで、このユイレール、このモノレールの窓から見た景色がどんな感じになるかっていうのをちょっと撮ってみたんですけれども、三脚とか何も用意してなかったので、ずっと腕を上げて窓にパッと置いて固定してる状態だったので、なかなか腕がパンパンになりましたね。片道というか支店那覇空港から終点首里駅まで30分ぐらいなんですかね、ちょっと正確にはわからないんですけども、行ってでまた戻ってきてみたいな感じで一往復をしてもう諦めました。なので途中下車をしたわけでもなかったので、ちょっと600円にしてはどうかな、もったいないかもしれないし、600円で一往復の絵がタイムラプスがそれなりに撮れたから良かったかなっていう感じですかね。はい、1回目ということでこんな感じでどうでしょうか。ではじゃあねー。